みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと172日となりました。みなみです。マイアミではありません。お、今日は眼帯じゃないって思ってるそこのあなた。そう、今日はレストランショーだからギリギリ外してるというけど、あ、でも昨日よりはね明るいんですよ、右目が。でもまあ見えないっちゃ見えないですけど。そして私はガラガラを、あ、ここに置けばいいんだ。ガラガラを押しながら、でも落ちそう。ガラガラを押しながら今喋っているので、非常に手元が不安定でございます。暑いね。暑すぎてなんか溶けそう、本当に。というわけで皆さん、今日は高円寺でレストランショーがあります。よかったらぜひ見に来てください。ゴールデンカムイは相変わらず面白いです。2期も終わっちゃって今3期目に入りまして、多分気づいたら終わるんじゃないかなって思ってます。なんだっけ、杉本のアシリパちゃんへの愛がすごく好きです。深くてなんかところどころふっと泣くところがあって、結局干し柿ですごい私は一気になんか涙がブワー出てきて、その後なんかなんだっけ、なんかその後もう一回あったんだよな。そう、なんかアシリパちゃんにはなんかこう狩りをしててほしいみたいなことを言って振り返ってた杉本を見て、私は非常に涙が出てまいりました。ラッコの肉を食べてみたいですっていう、もうゴールデンカムイで頭がいっぱいですっていうお知らせのというわけで皆さん、いろんなことがね世の中は起こると思うんですけれども、なんか別にね何かをどう言おうとかはないんだけど、ただこう大事な人間を亡くした身としては言えることがあるんじゃないかと思っており、でもだいぶ治りましたけど、てかもう最近全然だけど、私もうつ病なのでわかるんですけど、わかるんですけどっていうか、やっぱり肉体がこの世にあるというのはどういうことかということを噛みしめて生きるといいんじゃないかなと思います。はい、わかりました。怒られました。なんか肉体があるないっていうのは違います、やっぱり。そうね、でなんかこうやっぱりね、私はジニーちゃんって呼んでるけど、ジニーちゃんはね遊びたがりだからお手手つないでるぐらいだったらいいんだけど、ふっとジニーちゃんがこっち来いよって言った時にさらわれていってしまうことがあるんですよ、絶対に。それってやっぱ本人にしかわからないことだし、だからなんかこうまあなんだろうね、うまく言えないけど、だからこそ私はこう死人に口なしという言葉は生きてる人のためにある言葉だと思っていて、このことわざにすごく救われる日がたくさんあるんですね。だからなんだろう、そういうふうにこう思いやりというか、なんか相手のことをちょっと考える余裕がねある社会、社会っていうか世界というか、まあ、余裕がなくても余裕は作るもんだけど、かゆいぜ、なんか髪が引っかかって目超かゆいんだけど、左目、私も全然できてないけど、なんかそういうのが大切なんじゃないかなっていうふうに感じる昨今であります、ね、でも肉体のあるなしっていうのはやっぱりすごく感じるな。
最近の自分は。まあこんな日にレストランショーがあるというのも、まあ、私の人生なんですけどね。というわけで皆さん、いろいろあると思いますけれども良い一日を、もう一日ほとんど終わりだけど良い一日を過ごしください。夜はまだ長いぜ。あれだよ、ゴールデンカムイ見なよ。ゴールデンカムイ面白いよ、うん、っていうのを、あの面白いし、あの民族性を感じるので、私はやっぱ民族学者に昔なりたかったんで、民族学者出たかったっていうか、あの、まあ、学者になりたかったんです時あるんですけど、あの民族学を専攻していたので、民族学と宗教学って勉強してたので、すごいやっぱりああいう世界は尊いものを感じます、うん、いやだからアイヌの歌の CD とか持ってたんですよ。鶴の舞をさ、ほらアシリッパちゃんが踊ってて、おおと思って、私も練習した鶴の舞とか思って、すごいなんかすごいあのね、ツボがあるんですよ。だからみんなゴールデンカムイ本当にっていう以上です。あの進撃の次におすすめします。というわけでじゃあお元気で。それでは。